ここどこ？おい、ゴミ捨て場じゃん。最悪だ、また飲みすぎた。昨日の記憶全然ないわ。ちょっと待って、そういえば先輩、ほら、飲みすぎですって。終電なくなるまでに帰りましょう。終電なんてな、どうでもいい。もう一軒行くぞ、お前ら。ついてこい。今何時？あれ？ない。財布がない。なんで？酔っ払いの宿泊所ではありません。本当ごめんね、鈴木さんが天使に見える。近寄らないでください、セクハラで訴えますよ。お酒はほどほどにしましょう。ごめんなさい。はい、お水飲んでください。ありがとうね。先輩明日仕事行けるんすか？朝から会議です。大丈夫大丈夫。バーグ。万札だらけ。後輩にいい店を持って俺かっこいいっていうタイプだもんな。超しんどい。夏のボーナス全部それに費やしたんだろうな。やってねえんだよ。早速明日売り飛ばそう。大丈夫、この人どうせ何にも覚えてないから。ことか。さゆりちゃんと一緒にいる時間は全部ここに記録されてるんだよ。口が悪いさゆりちゃんもたまんないな。あ、俺の財布と時計売った金で何買うんだろう。俺の一部がさゆりちゃんのものになるんだ。悪くない悪くない。あ、これさゆりちゃんのお気に入りのジュース。これさゆりちゃんの破れたストッキング。ああいい匂い。でもな、田中、お前だけはな、
邪魔だ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 、気に食わねえんだよお前はな、後で覚えてろよ、社会から抹殺してやるからな。この失態、プライスです。さゆりちゃんの意地悪な声もちょっと上手くないですか。あ、じゃさようなら。